一世のせ。こんにちは、ひめひまです。今回はですね、皆さん、本当に本当に地獄の鉄作感がやってまいりました。声が低い。そうなんです。鉄作感だから、ちょっとテンション下がって声が低いんです、ひま。まあそんなことは置いといて、今日は私のスタディーウィズミーやっていきたいと思います。ちょっと今回は久しぶりなので元祖に戻って1時間、60分スタディーウィズミーみんなと一緒に頑張っていこうと思います。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでありがたいことに私のスタディウィズミすごく好評でして、自分で言うことじゃないんですけどね。そうだから、まあみんなと一緒にまた頑張っていこうかなと思います。今回私はすごくすごく復習中心で、一回基礎に戻って科学基礎とかもやっちゃおうかなという感じです。それでは、始めていきましょうか。1時間計るよ。よーい、スタート。1時間みんな一緒に頑張ろうねー。今回のお供は今日食べ過ぎたからコーヒー。みんなもなんか食べれるものとか用意してね。すんごい大切な勉強してた。ごめんね、今日は絶対寝ないよ。大丈夫。分かんないな、すぐ答え見ちゃう。そういうもんだ。大丈夫大丈夫。
え？意外すぎて、答えが意外すぎて、えって言葉が出ちゃった。なんか、なんで？なんかなんでこんなにさ、答えってさ、矛盾してるんですか？まあそんなことはないか。答えだから合ってるか。みんな一緒に頑張ろうね。今ね、どんぐらい経ったかというと、あ、7分経った。大丈夫。あとこれを何回かやればもう終わるから。頑張ろう。これはテストは、この作った人との勝負なんですよ、結局。テストもそうだし、こう問題も。だから作った人に勝てばいい。あと9分。頑張ろう。あと9分じゃない、間違えちゃった。9分だった。うん、
なんかさ、急に話し始めるやんって感じかもしれないけど、なんか勉強してる時ってさ、なんて言うんだろう、みんなより頑張ってる感っていうか、ちょっと優越感に浸れるよね。頑張れ、頑張ろう、みんな一緒に頑張ろう。あと、あ、15分だから、1/4、あと1/3、頑張ろう。めっちゃ指外した。
ちょっとわからない問題があったらすぐ写真に撮るっていう。みんないい感じに進んでる？ちょっとでも眠くなったらそこら辺立ち回ってみたりとか、歩いてみたりとか、まあ一瞬人と話してみたりとかしてみるといいと思います。寝るのだけは頑張って避けよう。本当に限界だったら寝ても大丈夫だけど、一緒に頑張ってくれると嬉しいです。よし、オーマイガー、修正テープ、修正テープがない。ちょっと私が立ち歩きますけど、皆さん気にしないでください。スタディーズミー中に
あの、ちょっと一旦探しきれなかったから一旦ね、
皆さん、あとね、あと30分、みんな偉い、あと30分、あと30分です。頑張ってるみんな偉い。 We can do it。 ほどほどに頑張ろう。ASMR、 ごめんなさい、集中します。
みんな集中できてますか？あとね、21分、頑張ろう。ちょっと眠いけど、今日はいける。大丈夫、みんなひまも頑張ってるから、みんなも頑張ろう。ひまはみんなも頑張ってるから、ひまも頑張る。
っと今眠かった。危ない危ない。あと15分、あと4分の1。みんな4分の3本当に頑張りました。あとちょこっと。ちょっとね、クーラーとかで温度とか下げてみたりとか、ちょっと夏だったら温度下げてみたりとか、あとあえて半ズボンになってみたり、靴下脱いでみたりとか、冬だったらまあちょっと薄着にしてみたりとかして、寒くすると結構眠くならないと思う。眠くなりづらい気がする、すごく。だから今もあえて今半ズボンでパジャマになって、そう、クーラーつけてる。ストレッチも大事だよ。よし。
なあと10分10分なんてさ YouTube1 個見ればもうすぐ頑張ろう。この10分間でめっちゃ知識頭に入れちゃおう。誰よりも濃い10分間にしちゃうんだから、みんなと暇で。眠いから正座します。よいしょ。
もう私のスタディビルトミーさ、いつも最後らへんに行ったらヒマが眠くなってんの。本当にやめてほしい。ちょっと眠くなってきちゃった。大丈夫、頑張れる。あと3分。本当にちょっとでも眠くなったらグミとかめっちゃおすすめ。ガリガリガリ。というわけで1時間終わりました。みんなお疲れ様でした。本当の本当の本当に60分間頑張ったね。偉いよみんな。ということで、今回はですね、スタディウィズミー60分間ということで、多分60分間だけだとまだ足りないなって思う人もいっぱいいると思うから、みんな一緒にもう1回からね、これ終わったら10分間とか休憩して好きなことして、寝てもいいし、食べてもいいし、とにかく好きなことして、でまたもう一回この動画をね、再生して一緒に勉強してくれると嬉しいです。他のスタディウィズミーもたくさんあるので、ぜひそれもね、見て一緒に勉強頑張りましょう。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。本当にお疲れ様でした。最後の方ちょっと眠かった。